ロシア連邦道路 M5、または連邦道路ウラルはロシア連邦のモスクワとチェリャビンスクを結ぶロシア連邦道路である。モスクワ州、リャザン州、モルドビア共和国、ペンザ州、ウリアノフスク州、サマラ州、オレンブルク州、タタールスタン共和国、バシコルトスタン共和国、チェリャビンスク州を経由する。総距離は 1879km。前線が E30 号線、アジアハイウェイ6号線の一部であるほか、一部は、アジアハイウェイ7号線の一部となっている。東にはロシア連邦道路、R254 へ続く。ペンザ州、クズネツク付近ダザン州、スパスキー地区道路は、モスクワからチェリャビンスクまでの 1879km。前線アスファルトで舗装されている。モスクワ環状道路とボルゴグラード通りの交差点に、 始まり、南東に向かう。ルベルツィ、ジュコーフスキー、ブロンニツィ、コロムナ、ルフォビチを通って、リャザン州に入り、ルイブノエ、リャザン、サーソボ、シャーツクを経由する。シベリア鉄道と交差する地点では、渋滞が多発していたため古戦橋が建設された。次に、モルドビア共和国に入りいくつかの村を通過する。ペンザ州に入ると、ペンザなどを経由して、 ウリアノフスク州を通り、サマラ州に入りシズラに、トリヤッチ、サマーラなどを通る。オレンブルク州、タタルスタン共和国を経由してバシコルトスタン共和国、ウファに入る。最後に、チェリャビンスク州に入りズラトウスとミアスなどを経由して、チェリャビンスクに入る。接続する主な道路チェリャビンスク州のセムとウスチカタの間は、山岳地帯となっている上に交通量が当初、 計算されていた5から7倍を超えるほど多くなっているため危険地帯となり毎年50人以上が死亡し200人以上が負傷している。また、コロムナ付近では夜間の照明が不足し2011年4月にはヘラジカを避けようとしたバンが対向車線の車と衝突し火災が発生したほか5月にも観光バスと乗用車が衝突して3人が死亡している。 そのため2012年に道路の亀裂や穴の補修も含めた工事を実施した。その他にも途中で通過する集落の多くで事故のリスクが高いため一部でバイパスを整備したが、それにより集落にあったモーテルが廃業するなどの事態も起きている。ありがとうございます。